最高の色してますね。黄金色、美味しそうでしょ。玉ねぎトロトロ感よ。水使ってないんだよ。もうほら、持ってわかる、このプルプル。これ柔軟剤使ってるだろ、これ。ザーッ、うん、うわ、ゆうじのおじさん、料理です。まあ決まったところでですね、本日はですね、春はね、出会いの季節だったり別れの季節だったりということで、今回はですね、春の食材を使っていきたいと思うんですけども、いろいろあるんですよ、春の食材で。春キャベツ、タケノコもありますね、新じゃがとかもありますね、新玉ねぎですよ。今の時期にしか出回らないんですよね、この新キャベツ、新玉ねぎね。ぜひね、今回は新玉ねぎを使った最高に美味しい料理をやりたいと思いまして、今回はですね、鶏肉なんですけども、新玉ねぎで煮込みます。水を使わずに新玉ねぎで鶏肉を煮込むっていう料理なんです。これもともとね、どういう料理かっていうと、ロシア料理なんですよね。帰れ鶏肉へっていう料理があるっていう、見たことがある方は見たことあるかもしれないんですけども、これがですね、鶏肉を玉ねぎとバターで煮込むっていう料理なんですね。バチバチうまいんですよ。普通の玉ねぎでももちろんできます。今回新玉ねぎはもう出回ってますんで、今回新玉ねぎを使ってです、僕は無水バター煮って呼んでるんですけども、鶏肉の新玉ねぎの煮込みをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきます。新玉ねぎが2つです。1つがまあ、250g から 300g のものだから、それぐらいのものを用意してくださいね。グラムね、できればね、ちょっと測ってもらった方がいいと思います。めちゃくちゃちっちゃい新玉ねぎもありますから。鶏肉なんですけども、2枚で 600g か 650g ぐらいのものですね。鶏もも肉がいいと思います。ブルーです。ブルーが 30g、これ半分ずつ使います。ニンニクが 3桁。調味料は概要欄に書いてあるんですけども、多分これ塩コショウだけしか使わないんで、僕には珍しく旨味調味料もコンソメも多分使わないレシピです。なんでこんなことになってるかって言ったら、この続きを見てください。ということでですね、今回はですね、旬の食材をコトコト煮込んで旨味を出していくレシピなんですね。なんで、僕もコトコト煮込んで、僕の素材の良さを生かさなきゃいけないんで、僕自身を煮込んでいきたいと思います。今日はこれを使っていきたいと思います。まず氷を用意してください。氷を用意して、グラスに注いでいきます。全然こっち入ってないじゃん。アルチューマシン1号、皆さんもお酒を飲みすぎてあんまりクタクタになっちゃダメですよ。お酒はたしなもんですからね。一緒にたしなんでいこうぜ。乾杯。キューということでやっていきたいと思います。あの材料切ってみます。まずね、玉ねぎ、玉ねぎじゃねえや、ニンニクです。後で煮込んでいくんで、これね、こういう感じでね、あのちょっとばらしておけば大丈夫です。はい、こんな感じでね、バン、お料理バンバン。僕はニンニク大好きなんでね、うん、でこれは好みによるんですけども、あのニンニク苦手な方はなくてもいいですからね。テレビがね、これがナポリタンの正解ですとか、これがステーキの正解ですとかっていうもんだから、皆さんね、料理に正解があると思っちゃってるんですけど、ここから言わせてもらえば料理に正解はありません。もし正解があるとしたら、自分の中にだけ正解がありますね。なんでかっていうと、料理人によって好みが違うからです。友達の好きなラーメン屋行った時に、全然うまくねと思ったことありませんか？僕はあります、それって、ね、そのラーメン屋さんが悪いわけじゃなくて、僕の好みに合わなかっただけなんです。料理っていうのは突き詰めていくと好みなんで、万人の正解があるっていうこと、絶対にそれは覚えておいてください。これ新玉ねぎでございます。非常に柔らかいんです。普通の玉ねぎより剥いてってください。さすがにね、ここはね、歯に当たりますんでね、剥いていった方がいいですね。で、こうなりましたね。で、輪切りです。こんな感じで繊維がぶった切られますんで、非常にですね、煮えやすくなります。こんな感じでございます。で、輪切りにしてください。輪切りにするとですね、繊維が分断されますんで、より煮えやすく、水分が出やすくなります、はい、で、これも皮剥いてください。はい、表皮を剥いていただいて、これも輪切りにしていく。いや、新玉ねぎはさ、切りやすいね。なんか切ると気をつけてくださいね、これね。玉ねぎ、大量の玉ねぎ切れました。塩だけまぶしてほしい。で、これをなんかこう、鶏もも肉にね、ちょっと
全体に揉み込んでください。まあ、玉ねぎの旨味とバターの旨味で食べる煮込み料理なんで僕には珍しいですよね。これね、なんでね僕がじゃあ旨味調味料これ使わないのかっていうと、鶏肉って肉の中で一番ね旨味が含まれてる肉っていう風に言われてるんですよ。特にね牛肉と比べると旨味が倍ぐらい違うんですね。鶏肉の旨味っていうのはイノシン酸ですので、イノシン酸が非常に含まれてるんですね。ちょっと気をつけてほしいのが、小さめなフライパンである方が無水料理は適してます。なんでかっていうと、大きいフライパン使っちゃうと火に当たる面積が大きくなるんで水分が飛びやすくなるんですね。ちっちゃいフライパンか、もしくはこれぐらいのもうちょっと深い鍋でやってくださいね。まずね、バター、これバター結構使いますね。 30g の半分。この煮込み作るときは皆さんワイン用意してくださいね。最高に美味しいから。強めの中火ぐらいの温度でいいですね。処理してません。なんで処理しないかって、煮込みだから全体的に全部煮込まれて最終的に柔らかくなるんで、する必要がないだけなんで。はい、でここで皮、まあでも、ね、こんな感じで、ね、収まりますね。で、これね、皮目だけ焼くのがポイントでございます。皮目だけ焼くとどうなるかっていうと、煮込みの時に皮が焼けないと、皮がブヨブヨで、苦手だっていう方もいらっしゃるじゃないですか。それもあるんですけども、皮を焼くことによって、香ばしさをつけるんですね。バターのいい香りが。フローラル。これで、飲んでいきます。でこれはね、ちゃんとね焼き目つけるんですよ皆さん。あーどうですか、最高の色してますね。こいつはもう皮目だけでいいんです。あとは煮込んじゃうんで、はい、ここに置いてください。あ、いいですね。見ましたか、この焦げ目ですよ皆さん。はい、そうしましたらバットに戻していきます。はい、鶏肉はほらもう黄金色、美味しそうでしょ。もう火止めていただいて一回ね、玉ねぎを投下していきます。はい、こんな感じですね。鍋いっぱいに玉ねぎがあるっていうのがいいんですよ。鍋がね、玉ねぎいっぱいになるぐらい入れるんですよ。ここにバター、残るバターですよ。バターをバターっと入れます。ニンニクもね焦がさんくていいんで、これもうここで入れちゃうね。三角ね、入れましたね、全部入れましたね。これ肉を戻すんですよ、鶏もり戻すんですよ。あ、すごいでしょこれね。蓋閉まんのかっていう感じじゃないですか。閉まるんかじゃない、閉めるんだよね。肉焼いた時の油がありますんで、これも入れて、これも入れて、でここに蓋ドーンね。もうなんかもうはっ、なるべく蓋閉めて、蓋をして弱火で70分ね、足んなかったら80分、70分ぐらい煮ていきます。はい、ということですね、だいたいね40分ぐらい経過しました。煮込み料理って結構慎重になっちゃうじゃないですか。半分ぐらい時間経過した時のあれを見ていきたいと思います。こんな感じでございます。どうです、これ水入れてないんやで。まあ40分ぐらい経ったんで、あと、まあ、2、30分煮込んでいけば大丈夫。1時間から70分。まあ、これはね、人によって違うんですけども、新玉ねぎであれば、1時間ぐらい全然平気だと思います。あと、20分ぐらいちょっと、煮ていきます。ということで、なかなか、のんもんになりました。完成されておりますんで。完成したのが、こちらでございます。あら見てくんな、この、煮込まれ具合、そしてこの玉ねぎのトロトロ感よ。水使ってないんだよこの柔らかさ。もうほら持ってわかる、このプルプル、これ柔軟剤使ってるだろこれ。はい、ということで持っていきます。トロっとした、ほらあんだけあった玉ねぎがさ、もう形が崩れるぐらい煮込まれているこの姿に興奮しますよね皆さんね。こんなんなるんすよ。あー、たまれる。最初に玉ねぎのこのグズグズのソースを敷いてからのこの鶏肉、あー美しいですね。このトロトロ感をね皆さんにねお伝えしたかった。玉ねぎだけで煮るとこんなにトロトロのトロになるのかと。汗パラ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 。はい、ということで鶏肉の新玉ねぎ煮込み完成です。ということで
できましたので食べていきたいです。今日はですね、ちょっと白でも全然良かったんですけども、バターが入って力強かったりもするんで、赤ちょっと合わせてみたいなっていうふうに思います。赤ワインでございます。いただきます。これはね、絶対合いますよ。あえて箸なんですよ。なんでかっていうと、鶏肉が箸切れるから。こんな柔らかい煮込み見たことありますか？新玉ねぎは水分を含みつつも濃厚なソースになってるんで、箸でも食べられるんですね。いただきます。あ、赤も合うね、これね。塩だけと思えない旨味ですね。玉ねぎはホロホロ、鶏肉もホロホロなんですけども、旨味がやべえ。まず黒胡椒のね、うーん、合うな。鶏肉はね、旨味が牛肉の2倍ありますので、インド新さんがね、うまいですね。僕の求める旨味が鶏肉だけで成立しちゃうの。ブラックペッパーうまいですけど、うまそうですよ。ああ、看板メニューにしよう。泥酔バル、リュウジ。ああ、アルコールバー、リュウジ。最高にうまい。マスタードの酸味と香りが入ることによって、一層引き締まるんですね。立ち飲みバル、リュウジ。回転！乾杯！乾杯！乾杯！イタリアンバル、リュウちゃん、英語。いただきます。いただきます。すげえ、うまっ。こんなトロトロになんの？鶏肉で作った角煮的な感じですかね、これ。ほろほろ。僕にしては珍しく味の素使ってます。鶏肉のうまみやん、これ。これちょっと1位かもしれないですね。1位、1位いっちゃった。1位。いや、これ至高ではないんだけどね。抜群にうまいっすね、これ。鶏肉からうまみが出てるし、玉ねぎからもね、うまみが出てるんだよね。このまま1個食べ進めていくと、粒マスタード絶対欲しくなってくるから。うーん、マスタードですね。粒マスタードはね、絶対あった方がいい。玉ねぎがこの一皿に丸々1個溶け込んでるって、そこね。うまみ調味料的なのを使ってないレシピって10回に1回ぐらいしかないんだけど、めちゃくちゃ。なんでかっていうと、素材の持ち味だけで俺の思う旨味の規制量に達してるから。これを計算されたレシピなんで、ちょっともうスマブラやっていいですか？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最高でした。スマブラで。じゃあもう、ちょっと切ってもらっていいですか？俺もう限界なんです。氷を用意して、グラスに注いでいきます。ジャグラーより似てる。はい、こんな感じ。こんな感じ。はい。あ、ちょっと待って。全然こっち入ってないじゃん。